各候補が選挙モードに突入する中、有権者はどんな思いで今回の選挙を受け止めているんでしょうか。あなたは何を重視して候補者に一票を投じますか。新内閣が発足した矢先の解散総選挙、あなたは何を重視して候補者を選びますか。考えてますか。やっぱり裏金じゃないですか。やっぱりそこだと思いますよ。まあ、予算委員会まで してね、いろいろ質疑応答してやればまだ良かったんでしょうけどね、うん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 、もうちょっと冒頭で解散するようなもんだから、はい、ちょっと納得いかんというか、うん、金銭的に綺麗な方、やっぱりそこがやっぱりみんな国民はそこを、ね、今みんな知りたいというところじゃないですか、うん、やっぱりちょっと鹿児島って何もかも遅れてると思っていて、うん、医療費もなんですけど、窓口での支払いとか、はい、大阪とか見ると、うんね、授業料とか、うん、そういったところも含めて、ね、遅れてるなとは、はい、感じてます。物価高に対してちょっと、ねはい、そちらの方考えていただく方がいいですよね。もう全般的にですよね、まあ、食料品はもちろんですしね、うん、もう日用品もですし、もう全般的に上がってますね、うん、ちょっとお店に行っても手出して洗ってまた上がってるっていうのが多いですね。前から言ってる子育て、高齢者のやっぱりですね、そういった方をこう強くやっていただける方、うん、がいいのかな。物価高で、はい、今月からもまた物価が上がってですね、まあ、ますますしづらい、子育てしづらいっていうね、やっぱ収入なんかがやっぱりちょっと上がらないっていう面もあると思うので、やっぱね、なかなか厳しいんじゃないかと思うんですけど。投票権を得て間もない大学生からはこんな冷めた声も聞かれました。今度の選挙投票行かれますか。日程次第みたいな、自分の予定が合えば、はい、言っててもそれが実現される感がない、なんか実現今までされてないような気がしてしまって、うん、だったらいいかなみたいな。裏金問題などを通して政治家への不信感が募った、そう話す人も結構多かったんですよね。まあ、そうした批判的な思い、逆に政治家への期待感など、さまざまな思いを表現できるのが選挙の投票です。今月27日投開票です。予定を合わせてしっかり一票を投じましょう。